唐揚げの専門店でして、大人からお子様まで安心して食べられる素材にこだわっております。もう日本のソウルフードっていうのが唐揚げなのかなってやっぱずっと思ってますし、全体的に唐揚げ食べるじゃないですか。そうなった時に安心できるっていうか。揚げたてはやっぱりそのカリッとサクッっていう感じなんですけど、どうしてもテイクアウトになってしまうので少し柔らかくなってしまうんですけど、揚げて30分ぐらい経ってから食べると、普通のお肉って硬くなってきたりとかするんですけど、うちの唐揚げは柔らかくてジューシーだとお客様からよくお褒めいただきます。最初始めたきっかけが、ニンニクが苦手な方のために生姜を始めたんですけれども、ニンニクが好きな方でもここの生姜は違うと言ってくださって、今一番人気商品です。肉をご飯の上にバウンドさせて食べられるっていうお客様もいらっしゃいますので、甘さと酸味が程よいものを使わせていただいております。まあ、うちのお弁当自体がシンプルなんですけれども、チキン南蛮のお弁当はもう純粋にそれだけを楽しんでいただきたいっていう思いで作らせていただいておりますので、もう余分なものは入れない。私世代の方だったらお祭りの屋台で食べたことがある方ってやっぱ多いと思うんですよ。やっぱ食べたらあの時こうだったなとかって思い出してもらえるようなポテトにって感じてくれたらいいかなと思います。本当にお客様が口コミで広げてくださったりとかして、周りのお客様に本当に恵まれまして、感謝しかないです。少しでもそういった応援してくださっている皆様に感謝の気持ちで、いろんなことで気持ちで返していきたいなっていうふうに思ってます。